この人独身っぽいけど。やばい。待て、もっと早く動かないのか。職員の皆さん、パワードスーツ着てる人は大丈夫かもしんないけど、あーちょっと予定より早く来ちゃったから、あーちゃー大変だ。あれ、よかったね。ギリギリだよ。あ、なんか人いんのね。もうエレベーターから降りた後は整列して階段まで進んでください。かわいそうだな、外いた人。皆さんに新しい家をご用意しますので。ボルト111です。地下における素晴らしい未来です。すごい、一人一人名前があるんだ。はい、階段を登って。イーブル。信じられない。美人だ。そんなことを考える必要はありませんよ。今は安全なのですから。まあそれが仕事だからね。遅いなぁ、本当に。ノロ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 核爆、あー結構いるやん。なんか素直に喜べないよね。なんか逃げてない人もいるわけだし、まず職員の方々も行っちゃったのが。スーツ、この達成の金の、出せよ、どいてよ、おじさん。だいぶ後退してるよ、でも。それで次は。このドクターの指示に従ってください。行き先を案内しますので。なんか物騒なもんつけてんな、お前。ついてきてください。はい。ここが新しいお家。きっと気に入られますよ。変わってね、スリーとなんか似たとこだな、やっぱり。設備が整っています。が素晴らしくないというわけではないですが。消えてしまった。違う、財産のすべて。まあ助かってしまうと、その底の心配しちゃうよね。どれくらいの期間ここにいることになると思う。ああ、オリエンテーションで全てお話しします。まずは医学的な話を少し語ってください。すいません。実は快適かつファッショナブルにデザイン。ポルトスーツダッサいなもうちょっとなんかねえはい、ついてきてください。ボルトスーツを着用してここに入ってください。ボルトスーツはどこですか？ボルトスーツ、ちょっと準備ができたらそこに入ってください。手伝ってくれる？まあ入ってみるか。除染ポット、まあ万が一のこと考えてってことか。あ、もう着てたのね。はい、あれ、ちょっと着てないよ、ちょっと。え、着てないよ。緊張しないでください。これからは全く新しい生活か。あー、ちょっと狭いとこが嫌いだから。乗員のバイタル正常。おお、手順終了。これさ、アウトだったらどうなんの？射殺みたいな、その毒で殺すみたいなことやめてよ。ちょっと待って、目の前のあのノーラが怖い。ノーラ食らってる可能性あるよね、放射線ね。まあでも除染だから、まあその問題ないか。あ、寝てたの？ちょっと待って、怖いぞ。なんか着てねえ、スーツを着てねえ俺。おい、俺まず来てねえ。ちょっと、あ、嫌な予感が。どうすんの？あ。わあ、ちょっと待て。おい、信じらんねえ。意味がわかんねえ。
ぱそうなっちゃうか。俺女だったら射殺されてたのか。ゲームできなかったのかな。なんてね。あ、結構序盤だけどだいぶ時間取りましたね。マジか。やっぱりそう簡単にいかないんだな。ああ、そう、どうやったらロックを解除できる。鍵、冷却アレイに故障。あ、ボルト居住者、まさか、どうしてこれ。ボルトテックはこれ以外全員ってことか。うーわ、誰か。あ、ここいない。残されたのだけではないはずだ。おい、誰かいないのか。なんつことすんの。わけわかんない。何考えてんだろう。あれがかの有名なラットローチってやつですか。あー、ちょっと、あー、何何、わかんない。終了。タバコ取る。あ、なるほどね。故障、あー、錆びついてんね。うーわ、あ、殴れる。チキショ、あ、一発。大ローチ、一体気持ち悪い。冷却アレに致命的。うわー、どうしたんだろう。いや、もしかしてあれさ、ボルトテックじゃないかもしんないよね。肉、まあ、いいや、拾えるものは拾う。何が起こったんだ。みんなはどこに。やめてよ、どういうことだよ、わけわかんねえよ。おっしゃ、ダブル。あ、自動回復じゃないんだ。そうか、もうわけわかんない。どうなってんの。残ったものはこれで全部か。10。まあでもまだ生存者っていうかいるよね、人は。ヘアピン、鉛筆いるか。まあ拾えるものはね、最初拾っておかないと後々後悔すると思うんで、うん、拾える分拾っておきましょうね。あ、10、102個取るとどうなるんだろう。弾ね、弾いっぱい持ってた方がいいからね。まあ、下手なんですごい外しますから。電気は開けられない。はい、え、そこ調べようと思ったね、わざわざ。ドレッサー何もない。ありそうなとこに何もないね。はい、ターミナルがどこかにある。ターミナル、これか、パソコンか。監視官のターミナル、はい、ボルトテックね、どうなってんだろう。はいはい、開いたね、よし。もうね、マジでわかんない。名越しでね。なんか金の入る音がしたんだけど。さあ、殴った方が早いじゃねえか。すばしっこいな。くっそ、体力減った。やばいなあ。四角で見れると、うわ、好きある。結構でも最初序盤から結構そうだね。結婚指外しちゃダメだよ。序盤から結構拾えますね。ちょっとリロードはどこかな。リロード四角か。あ、来た。
これですね、あの BATS みたいな。行け、ドン。あ、そういうこと、承知。うわーしょえ。あー、ちょっとカメラワークは意味不明なんだけど。あ、これ自分が撃ったらってこと？わっかん、ちょっとまだ模索ですね。はい、とりあえず今回はね、どこまで行きましょうか。外出ましょうか、とりあえず。あちゃー、博士ーい、博士ーい。あー、誰か生きてる。あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。博士、うわ、でもボルトテックの人たちはみんな白骨化してるから別勢力なのかな。白骨化ってどういう状況だ。サイクリングシーケンスにはピップ号インターフェースの起動が必要です。良い一日をお過ごしください。意味がわからん。わかんないね。どこ行ったか、ラットロージの死体があるからね。ピップボーイ、よし、いただくぜ。まあお世話になるであろうピップボーイ。うん、錆びてるな、うん、リアルだな、すごい。おお、どうした、来たボルトボーイくんです。まあこのシリーズのモチーフですね。はい、まあいろんな風のことが見れますよと。タブを買います。うん、あーすごい、なんか右の動いてる。なるほど、いいね。足若干怪我してますね。うん、はい。お、地図が見れます。広い広いけどまだね、どこにファストトラベルするんだろう。アクション。お、ハッキング的な。あ、オッケー。そんなにゴミのサイクリングシーケンスが開始しました。来た、お下がりください。そっか、どうなったんだろう。うおー、はいはいはい、ついに外へ、いざ。まあいざ外へっつうか15分くらい前のお話なんですけどね。はい、よし、いよいよですよ。何日ぶりなんだろうね。はいはいはい、はいはいはい、外見ちょっと悔いあるから、目が寄りすぎて離れすぎてたんで、はいあー、そっか、ここでいよいよ外に出たいと思います。 GO！はい、うん、これ何かな。 VDSG、ボルト11に登録していた人々は冷凍されるとは思っていなかった。あ、そして全てのボルトの実態はボルトデックによる秘密の社会実験。あー、実験、まあ納得できるけど、そのすごいブラック企業だね、白骨化してたしね。まあ元も子もないんですけど。来た、そう、おー、あー、やっぱり核食らって無事なわけがねえよな。あー、ちゃー、あー、何もなくなってない。あー、あー、そっ
か、そうなるよね。でもね、すごい。まあ取れるもんはもらっていきましょう。いつ必要になるか分かりませんからね。いやー、そうか。ここの人たちはそのすでに、あー、パワードスーツ着てた人どうなったんだろう。あんだけ物騒なもんだから無事であってほしいというか、まあ生存者ですね。まずは生存者探し。はい、ということで、じゃあこの辺で終わろうかな。これがパート2かパート1になってるか分かりませんが、そうですね、はい、まあこんな感じでやっていきたいと思います。ですので偶数回は挨拶はないと思います。はい、うん、いやー楽しみだ、これからこの世界を。じゃあ次回、生存者探しですね、まずはね。うん、まあ生きて、まあ他にもいるということで主人公も言っておりますので、はい、謎の空席もあったんで、まあまずは操作になれることですね。あ、なんか回復しちゃった。まああるあるですよ操作が分からずに。やっぱパワードスーツ着た人生きてないね、いない。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。まあ長くなるんですけどね、まあ長くなる予定です。はい、目指せパート30はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。次回も引き続きよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また明日。